皆さんこんにちは。今日の言葉はヘトヘト。ヘトヘトのイメージはこんな感じです。今日はすっごい忙しい一日だった。朝8時からミーティングがあって、その後はお客さんとランチ、仕事の後は買い物に行って、郵便局に行って、市役所に行って、全部の用事を済ませたよ。そしてさっきジムで10キロ走ってきた。もうヘトヘト。ヘトヘトはすごく疲れていて、もう力が残っていない状態を表す言葉です。動詞はヘトヘトになるです。会話でよく使われる表現です。いくつか例文を見てみましょう。今日は山登りをした。ヘトヘトでもう歩けない。今日は山登りをした。ヘトヘトでもう歩けない。昨日は夜11時まで仕事をしてヘトヘトになった。昨日は夜11時まで仕事をしてヘトヘトになった。私は今日たくさん運動をしてヘトヘトになりました。皆さんは最近ヘトヘトになったことがありますか？またコメント欄に例文を書いて練習してみてくださいね。それではバイバーイ。